皆さんこんにちは、モフリココとパピネンです。今日は2021年1月のブルームボックスの中身のご紹介です。今月のブルームボックスはですね、ラクシーがちょっと豪華やっただけにちょっとしょぼく感じました。そんな、今月のブルームボックス、いつものようにサクサク参りたいと思います。はい、まずはドクター G、レッドビーの歯科アイスクリーム 50ml 3200円の、これが、10ml、そして同じくこちら、スムージングトナー 300ml 2500円の、これが 20ml の2つのキットセットがやってきました。で、これですね、ここにドクター G と書いてあるし、まあ、見た目もドクターコスメっぽい感じでいい感じなんですが、ただここにハングル文字が書いてあるんですね。ここがちょっと引きましたわ。ほんでドクター G 自体は調べてみますと、なんや、私は子供の頃やけどを負い、そのやけどを治すためにみたいなことが書いてありまして、野口英世かいみたいに思いましたね。まあコスメで言うたらデラメールやな、マネしてるんかな。で、内容の方がこことここなんですが、内容的には悪くないですよね。ただ顔に使うのはちょっとためらいが出ました。そこで手に使ってみました。手に使ってみた感じなんですけど、まあなかなか良かったです。これはね、水みたいなテクスチャーでした。水のようなテクスチャーの化粧水好きな方にはええかなと思います。で、こっちのこのクリームがここにちょっと出したんですが、緑色してます、こんな感じで。まあこのクリームもベタつきもなく、まあまあ使いやすかったです。はい、そして次がこれ、山田養蜂場の薬用 RJ エッセンス 30ml 7200円分の、これが 4ml のサンプルです。まずは、この山田養蜂場さんはね、業界でもすごくうるさい企業です。そんなうるさい割にはこんなごっついカタログ入れて、サンプルの方はこんなちっちゃい、これだけかいみたいな、もうこんなカタログいらんし、このサンプルの方もうちょっとお金かけて中身の量も増やしてほしいです。もうこんな 4ml なんか使う気にすらならんわ。はい、そして次がウテナのゴールデンジュレマスクヒアルロン酸 33g 3枚、700円のこちら現品がやってきました。そんなこのウテナのマスクはですね、2014年発売の人気アイテム、ここにもありますが、ジュレ状の美容液が滴るほどに入っており、お肌がすごくいい感じになるそうです。口コミ見ました。このマスクはちょっと面白そうだし、興味も皆さんあるかと思いますんで、また別動画でご紹介したいと思います。はい、そして次がアテントパルファムハンドジェルミュゲ 50ml 600円のこれ現品が来ました。そんなこれですね、アルコール 58% 配合のハンドジェルということで、もう今のこのコロナの時代らしいアイテムだなぁと思います。で、まあ見た目の可愛さがいいですよね。あと実用品という意味でも丸、ただ600円はちょっと高いな。はい、そして最後はマッサージソルト 50g 300円のこれ現品です。そんなこのマッサージソルトの成分が、ここ塩にグリセリンとか水とかアルコールとか安い材料入れて、これで300円は儲かるやろなぁと思いました。もう一番どうでもいいアイテムでした。
今月は、こんな感じの中身となっておりました。もうこの養蜂場のセコさには本当に驚きました。来月もまた楽しみです。では皆さん、また来月お会いいたしましょう。